行政書士杉井のまだよろしするな。はい、始まりました。行政書士杉井のまだ依頼するな。今日は12月23日、はい、クリスマスイブイブになる、イブイブですね。イブイブですね。うん、ね。で今日がですね、うん、今年最後の、ね、うん、放送ということで、はい、うん、なんか1年間いろんなゲストの方出られましたね。そうですね、振り返るとね、あっという間でしたけどね。あっという間でしたよ。なんか瞬きしてるうちに1年って終わっちゃうんだなと思って、うん、怖いですね。怖いですね。で、ね、YouTube とか、うん、フレッシュですね、フレッシュって、はいはいはい、の方でもあの収録したものを見られている方いらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、2017年はね、非常に濃いゲストが多かったです。確かに濃かったです。もうどんどん濃くなりましたよね。もうどん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 濃くなっちゃって、うん、まあね、笑わせてもらいまして、僕もやりながらそうですね、慌てた回もありますし、うんうんうん、やばいなっていう回もねありましたけど、ね、でもあれじゃないですか、今回は、うん、ね、そう、すごいビッグゲストで、ね、ね、うん、今年最後にふさわしい、ふさわしいですね、はい、なんでね、見られてる方も楽しみにされてると思うんですけども、うん、はい、そのゲストの方のお話の前に今日僕発表あります。実は何でしょう、僕はこう見えて行政書士なんですよ。行政書士杉井のってついてますから、ね、そうですよ。でも書いてるにもかかわらず間違えられるんですよ。うん、行政書士だったっけって言われるんですよね、うん、行政書士なんです。うん、うん、で、行政書士のね、こちらですね、ゆるキャラ、あ、はい、ゆきまさくんって言うんですよ。ゆきまさくんはね、行政って書いてゆきまさで読ませるんですよね、漢字、うん、でね、漢字だ、カタカナなんですよ、うん、だから行政っていう、そうそう、漢字で行政って書いて、漢字をゆきまさって読ませる、ゆきまさって読ませてるんです、うん、これがね、ニューキャラクター、ニューファミリーね、うん、これタッチしてるのとお座りしてる、タッチって、うん、そう、 うちのワンちゃんにタッチって言うと立ち上がるからね、ついタッチって言っちゃうんですけど、すごい可愛い、可愛いキャラクターね、うん、これがニューファミリーで、うんうん、そのゆるキャラにね、うん、新しくファミリーになりましたから、はい、ぜひね、ゆきまさくんよろしくお願いしたいと思います、はい、なんかだってなんかランキングだかなんかやってるんでしょ、あれやってますね、会の方でね、うん、なんかこうゆる結構力入れてますからね、かなり入れてますよ、うん、かなり入れてますよ、だって、まあ、僕もつけてますけど、これ行政書士のバッジあるじゃないですか、これ修行だったら、まあ、こういうバッジつけていると思うんですけども、うん、年配の行政書士の先生になると雪政くんバッジつけてますもんね、つけてます、つけてます、そう、確かに年配の先生がつけてます、年配の方はつけてるんですよ、うん、でダブルでつけてる方と、あとこの金バッジじゃなくて雪政オンリーって方もいらっしゃるもう何屋さんって感じなんだけど、ずいぶん雪政押すなって感じでね、うん、ですね、うん、なんかいいランキングらしいですね、うん、そのゆるキャラの中で、そうですね、うん、結構なんか社労士とかでもあるみたいですよ、え、そのゆるキャラが、本当ですか、僕もびっくりしたんですけど、いるらしいです、うん、なんかね、弁理士にもあるって、あ、弁理士にも ね、あるって、うん、初めて知りましたけど、修行でみんな作ってるんだなと思って、うん、え、意外、うん、あれ中小企業診断士とかもあるのかな、ね、司法書士とか弁護士なさそうですよね、いや、あったらすごい失礼ですよそれもしなさそう、いやいやいや、だってなんか意外と可愛かったらどうします、うん、ね、なん弁護ちゃんみたいな、うわー、なんか単純ひねりがない、じゃああれか、うん、なんですか、こう、おもりのマーク、あー、天秤のね、天秓、天秤、おもりってなのよく私も分かりましたね、天秤にかけたキャラかもしれないですね、あ、うん、天秤ちゃんみたいな、ね、天秤ちゃんね、あ、天秤ちゃん可愛いですね女の子キャラで、これ言ったりしてるほら、弁護士会からクレームこっちにも来ちゃったら大変だから、もう行政書士会だけで十分ですね、十分ですよ、クレームくんのはもう行政書士会だけで十分で、うん、はい、他の修行まで敵に回したらもう番組潰れちゃうから、もう、はい、気をつけましょう、気をつけましょうね、はい、まあそれぞれゆるキャラがあるみたいですね、うん、うん、うん、かわいい、そう、行政書士会はゆきまさくんということでね、うん、はい、よろしくお願いします、はい、結構、あ、これね、ぬいぐるみだけじゃなくていろいろあるんですよ、うん、あのクリアファイルとかね、ストラップとかね、メモ帳とかありますよ、ね、メモ帳でしょ、パスケースで、ポロシャツもあるんですよ、ゆきまさくんポロシャツ、え、どうなんですか、胸にゆきまさくん書いてあるんです、白にピンクの、
だったような気がしたな。あ、じゃあ無料相談会とかいいかもしれないですね。来ます？来ないですよね。私は私は来ないですけど、どうしてんだろうなと思うんですけど、いろいろなキャラクターがあって、あの事務所のスタンプにも雪政くんがこうやってるの。なんとかほら、行政書士杉本事務所とか書いてほら電話番号とかあるじゃないですか、スタンプ、あれに雪政がこうやってるっていうのもあるんですよ。すごい大活躍。今後いろんな、ね、グッズ出てますね。まあ、何気にお高いんですけどね、お高いそうですね、じゃあもっとあの皆さんが買うようになってくると下がるかもしれないですけどね。ブランド力じゃないですか。ブランドなんだ、ね、たまにはこう僕もほら行政書士っぽいことを押しとかないと最近僕もううあの攻めないで守りに入ってきたから、だからダメですね。できればね、優しく扱われたいなと思って弱くなっちゃって、もう今まですいませんでしたみたいなっていうところでね、またこの話引っ張りすぎちゃいけないんでね、そろそろ、CM の方行きましょうか。そうですね、まず、まず CM ですね。はい、はい、じゃあスポンサーお待ちかねなんで CM 行きましょう。どうぞ。はい、ありがとうございました、では、忘れないうちに応援メッセージの案内をいきましょうか。はい、はい、お願いします、はい、番組への応援メッセージはこちらまでお願いします。番組の前半までに送っていただければ後半の最初にご紹介いたしますので、どんどん送ってください。お待ちしてます。はい、お待ちしております。ではいよいよと言いますかね、はい、ゲストを、はい、ご紹介するんですけども、はい、まね、またここで引っ張ってもなんなんで、もう僕も言おうかなと思ったんだけど、ここで引っ張るとね、ゲストの方も焦り出すからお呼びしましょう。はい、はい、お願いします、はい、ではご紹介いたします、はい、儲けシリーズで文庫から大全まで出版したベストセラー作家でいらっしゃいます岩波隆先生です。お願いします。はい、お願いします。ではまずですね、自己紹介を、お願いしたいと思います。じゃこちらプレートをちょっと置かせていただきます。はい、はじめまして、日本アイデア作家協会の、岩波隆と申します。仕事から生活全般まで、アイデアにまつわる情報を軸に提供させていただいております。またこれから本を書きたいという方に対しては、出版社が OK を出しやすくなる企画書の書き方ですとか、こういう立派な人なのかというふうに思わせるようなですね、プロフィールの作り方とか、あと本文についてはこういう構成でここにこういうものを入れれば原稿価値が高まりますよというですね、原稿の書き方についてのアドバイスなどを行っておるという、そういう人間ですね。ですから、はい、杉井さんからこういう原稿を書きたいんだけど、企画書どうかということで依頼が来て、10月に、見事こちらの、あ、僕の紹介までしてくれるんですか。アナログ営業所というのが見事本になりましたということで改めましておめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう僕ずうずうしいからね、ずっとここに出しちゃってるんですけどね、毎回これ出しちゃうとね、さすがに僕もほらごま処方の金がいるから、何引っ込めてんだよって言われちゃうから、で岩波先生ね、初めて、ご覧になられた方も多いと思うんですよ、この今放送を見られている方でも。で岩波先生あれだけベストセラーのね、メガトン級のヒット出されてるんですけど、メディア出ないんですよね。
あ、出ないですね。あのオファーなんかがあったんですが、ええ、あのテレビというのとあと新聞というのは、ええ、こちらで編集って聞かないんですね、はい、だからあの雑誌の場合はですね、出す前にあのこういう形で出しますけど、うん、よろしいですか、でチェックしてよろしいんですよ。だからアドリブが効くタイプとそうでないタイプというのが世の中おりますので、私はどちらかというと出ない方がよろしいんじゃないかということで、うん、いえいえ、十分十分ですけどね。だって岩沼先生ゴースト説まで出てたんですよ。あまりここメディアに出ないから、あの実在してないんじゃないかって、誰かが書いてね、あの、うん、岩波隆って名前を使って誰かが書いてるんじゃないかっていう説まで出たぐらいなんですよ。編集プロダクション的な形で、そういう打ち出し方するところもあるみたいですけど、うんうんうん、僕はちゃんと自分で。そうですよね、はい、で初めてだから、あの、矢野先生がもう、こう、お顔出しっていうのをね、うんうん、やられたんですけど、矢野先生の、あの、本は、こう、アイディアものが多いんですよね。はい、はい、しかも、儲けシリーズ、うん、儲けのネタ帳っていうシリーズで、うんうん、もう何冊も出されていると、うん。で、初めて、あの、聞いたって方はですね、じゃ僕との比点で言うとですよ、あの、矢野先生がベストセラー作家だったら、もう僕なんかもう、本当もう、ゲドゲですよ。レベルで言うとね。分かりにくいから。なんて言うんだろうな。僕のようなね、ポットでのね、チンピラ作家とはわけが違うわけです。チンピラ作家とは違う。うん、もう、ポットデメですから、僕なんてね。うん、そんなね、あの、岩波先生のお話を、ちょっとね、今日は、ね、はい、楽しみにしている方も多いんで、進めていきたいと思います。で、それでは、行きましょう。今日のね、あ、今月の企画言うの忘れちゃいました。失礼しました。ベストセラー作家の裏話ということで、はい、岩波隆史編ですね。今回お送りするのが、はい、で僕もねこれ聞きたかったんですよ。なぜ作家になろうと思ったのか。あ、そもそもですね。そもそもです。でもいきなり作家になるっていうんじゃなくて、前なんか前職は何をやられてたんだろうとか、なんで作家に変わったんだろうっていうところを、話せる範囲で教えていただければと思うんですが。なるほど。もともと特許のリサーチの仕事を10代の時から、大学生の時からですね、アルバイトみたいな形でやっておりまして、特許のリサーチ、アイデア系がやっぱり好きだったんですね。それでネタを集めたりとか、そういうのをしているような形で、仕事を金融会社に入ったりとか現金導入に入ったりとかしても、なぜかですね、その担当するのは大体広告やってくれっていう、広告のデザインやったりとか、もう全てそれが最終的に集中させられるみたいな形で、でもなんか原稿書くと当たるっていう反応がいいみたいなんですよ、広告の。へ、それでなんか、あ、でもこっち向いてるのかなっていうことで、なんかこうキャッチコピー的なものも含めてっていうことですか。そうですね、商品説明とかそういうこともそうですね、通販もやってる。なるほどなるほど、あ、それで、あ、もしかしたら書くの得意かもしれないなってご自身で。そうです、その時代がまたそのブログのブームのような時代が来たんで、うん、ちょっとブログというものをやってみようというやったらですね、はい、編集プロダクションの社長さんが、オフ会とかなんかの時に名刺交換してたんですよ。で、そのこういうブログ書いてますと、あ、知ってるよって、君のブログ面白いねって言われて、あれ面白いのかなって初めて言われないと分からなかったんですよ、そしたら、じゃあ本を出すためにはどうしたらいいんでしょうかっていうことで、その編集プロダクションの社長さんに僕は11時間インタビューしたんですね。本を出したいんで、そのノウハウ的なものをどういうふうにしたらいいんでしょうかって、出版業界ってどうなんですかって、その通りにやったら、やっぱ本が OK 出たっていう、出版社を受け継いだっていうことで、今も杉さんに僕がアドバイスしたも全部実はそこからの受け売り。あ、そうなんですか。あ、そうだったんですね。まあその関係で出版業界に入ってきた。はい。じゃあデビュー作はやっぱりこう文庫だったんですか。これはですね、そのインタビューの際に聞いたのが、いろいろたくさん売るためにはどうしたらいいんですかって、一つ方法があるんですよと、文庫でスタートするという手もありますよ、文庫というのは実は値段が安い分だけ、出版する際も倍ぐらいだいたいするんですよ、これ知らないじゃないですか、あ、そうだったんですか、文庫いいねっていう。で、あと、そうみたいですよね。普通のこうビジネス書って、僕が出した本みたいなのだと、冊数がね、最初あんまりすらないんですよ、文庫に比べて全然すらないです。このちなみにこのサイズは白黒版っていうサイズなんですけど、文庫に比べてやっぱり値段が倍ぐらいするっていう、やっぱ買いやすい値段と大きさって言いますかね。でもう一つ大きな違いがありまして、DVD と書籍って違う商品じゃないですか、ところが書籍と文庫本ってルートが販売ルート別なんですよ。
まあ、書店全く別ってわけじゃないんですけども、文庫の場合は、コンビニルートっていうのが使えるということで、普通の白黒の本って今最近置いてる場合もありますけども、文庫の場合はコンビニで置かれるっていうこれ確かに見ますね、あるんで、セブンイレブンだけでも世の中に1万店舗あるということで、で文庫でコンビニ売りが決定しましたっていうと、その時点で最低1万部はするっていう、いうことなんですよ。で 知らないじゃないですか、それ、で、あ、もう絶対文庫だっていうのと、あとポイントとして、できればね、岩波くんね、とビジネス書を出すんだったら、ビジネス雑誌も出してる出版社から本を出した方がいいよってアドバイスがあったんですね。なるほど、あ、先生ごめんなさい、それ後半の、はい、ベストセラー作家になる裏技のところでお話聞こうと思ったんですけど、申し訳ございません、ちょっと話の腰を折ってしまいました。初めて見ましたもう打ち合わせないから、そうです、あ、バッチリですね、続きを後半でこうお話していただくとして、こうデビューの方法ですね、はいはい、さ、やっぱりその行き着く今、じゃあどのルートでって、例えばコンビニルート、文庫ルートで行くのか、僕が書いたようなこうビジネス書の方で行くのかとか、いろいろあると思うんですけども、デビューの仕方ですね、作家デビューの方法、はい、っていうのが人それぞれだと思うんですよ、はい、例えば僕が取った戦法っていうのは非常にこうレアなケースって言われてるんですけど、王道というのはどういった形なんですかね。今の時代だと、一番デビューしやすいのは、編集者の心理を考えますと、原稿がすでにあるっていう状態がいいんですね。あ、やっぱりそうなんですね。企画書だけ持ってって、企画書通ったら書きますっていうんだと、怖くて出版社も OK 出しにくいじゃないですか、だから一度ブログで全部アップしちゃっていいと思うんですね。で、歌い文句として、はい、原稿プラスキャッチコピー付きで持っていくんですよ、というのは一番いいのがブログ書いてるとですね、人気ブログ何々が本になったって、これなんですよ。これで打ち出せば、経歴とかなんかも特に大体ハンドルネームで書いてる人が多いんで、経歴とかも自分は学歴特にないしとか、立派な会社勤めてないしとか、そういうのも一切関係なしに、何々サイト管理人とか何々サイト編集長っていう形で持ってくるのが比較的出しやすい、この裏技的なものじゃないか。じゃブログを書いてたりするのがいいんですかね、やっぱ書いた方がいいですね、原稿があるっていう前提にして持っていった方が。あ、そっか、そ、じゃ僕そこがなかったんですよね、ブログがないっていうね、ブログ書いてなかったんで、全くそれがない、ただ原稿だけはちょっと僕は、はいはい、作ってったっていうところだったんですけど、はい、そこは僕やっぱり他の人と違っちゃったのかなと思って、今の時代ですからメールマガジンで書いてもいいし、ブログで書いてもいいし、PDF で何か配布してもいいし、で媒体が違うと、例えばミリオンセラーがいた野口義則先生っていう鏡の法則っていう書いた先生がおられるんですけど、先生はもう本を出してミリオンにも売れてるんですけど、それ出してた最中からブログそのまま原稿出しっぱなしだったんですよ。だから媒体が変わると読まれるような状態なんですけど、本売れるんですかっていう疑問を持つかもしれないんですけど、全然関係ないです、1ミリも影響しないっていう。だからどんどんアップしちゃって確かめてみたら、反応を確かめてから出した方がこういうのがいいと思いますね。そう、出版社によってそのブログをね、本にするのを好むところもあれば、あくまでもこう昔ながらのスタイルでっていうところはあると思うんですね、例えば、僕が出したゴマ書房っていうのがもう典型的なもう昔ながらのスタイルっていうところで、ここ例えばもう出版社によって全然カラーが違うと思うんですけども、例えばブログ書きましたのでこれを集めましたっていうのだと読まない、いらないっていう出版社もいたりしちゃうんですよ。昔ながらのスタイルを好むところは特に嫌うかもしれないなっていうのがあって、近代的なところはね、やっぱブログでいくらその何て言うんでしょう、例えばメルマガであれば会員何人ですかって話に、ね、されたりして、それでも出版のこれどうするかっていうのを決めたりするじゃないですか。企画書をいただいた時にそこが足りなかったんで、出版社としては編集者としてはどれくらい売れるのかな、もう顧客がついてるっていう状態でそこをちょっと PR した方が、そうなんですよね、もうブログもこれ5000人いますよ、それも出版決定ですよね、読者が5000人いるんですよって言ったら、だいたい今ちょっと5000だと実際読んでるかどうかってちょっと微妙なんで、すごい先輩がいましてね、原崎雄三先生というコンサルタントのやっぱ先生なんですけども、発売する前に企画書持ってく前に、事前予約これぐらい入ってますって
名簿持ってたんですよ。あ、それいいですね。もう買いますよって方がいるんですよ。それはいいですね。それ強いでしょ。すごい。それは強い。それうまい。断られる理由がないっていうですね。そういう時間もう売れるの分かってるんですよね。ここで買いますよって。あとお宅出せばいいだけよみたいな状態で。印刷屋さん状態で。買うって言ってんですか。そうそうそう。それはすごい。お客さん付きでアプローチすれば、あの画面になるのが一番怖いって言うんですよ。マイナスになっちゃうから売れないっていうのは。そうですよね。そういう戦法もありますねっていう。やっぱそれがやっぱ商業出版の場合はもう株出版社が被るわけですからね。そうですね。やっぱこれ赤字にならないようにっていうんで慎重に今なってるのかなっていう。そうですね。だから1500円の本を1万部売ったっていうんであれば、経済効果として1500万とかなんじゃ、田舎の建売住宅買えるぐらいの出費を。そうですよね。大元なんで、あのやっぱりその出版社としてもやっぱお金計算入っちゃうんで、これやっぱりって。それはね、どこの出版社もそうだと思います。あのどんなに近代的だろうと昔ながらだろうと、やっぱりそこはね、最低ラインこれ売れるよっていうのがないと出してもらえないってところですね。そうですね。特に岩波先生は企画書作るのがあの上手で。あ、でも今のお話伺っただけでそんな感じですよね。アイデアが豊富なんで。そうなんですよ。あのやっぱりこうなんていうんでしょう。まさにただ岩波先生のの通りになると岩波カラーが出ます。バレちゃうバレちゃう。岩波臭が出てる。岩波臭。これちょっとね、あの沢竹屋っていう某有名な先生いらっしゃるんですけど、もう企画書見て岩波臭すごいなって一発目に言ってましたからね。あのベストセラーバレバレなったんですね。大体の企画書を持ってあのもう杉井先生の場合って本当にそのまま経歴を書けばあの売れる状態作れてたんですよ。だから僕なんかここに呼ばれてるとなんか恩気せがましいことしてなんか僕に恩があるのかって思いがちなんですが、実際僕あの1ミリも原稿いじってないんですね、この本に、この本に関して。あ、そうですね。であのだいぶこれごましょぼ用に書き直しましたね。あ、それは向こうの出版社さんとの出版社用に、まあ、あのごましょぼもね、あの直してこないんですよ。そんなにもう、作者あの、まあ、の意思を、ね、かなり尊重してくれる出版社なんで、だからそのままでっていうのは、ほぼそのまま原稿がまず仲いいっていうのがもう大前提なんですけども、それプラス、プロフィール作りってすごく大事で、普通はその、例えば無理やり作るためにはナンバーワン戦略って言って小さな分野に絞ってでもいいから何かでナンバーワンになってる人だとか打ち出すやり方なんですけど、日本初とかそうそうそう好きですよね。1位とかなんか好きじゃないですか。で杉井先生の場合っていうのはあの天下の言っていいんですか、あの某国営放送かなんかの言っていいんですか、あの受信料の回収業務で、そうですね、あの日本一なんですよ。1万何千人の中で、日本一ではないですけどね。いや、あの時給計算、時給計算、いや時給計算だと1位だったと思います。っていう、これもう全体だと6位ぐらいに位置してましたけど、ということも1万何千人でトップっていう感じの人だから、もう一位戦略もそのままでも使えるし、しかもなんですよ。これとても重要なんですけど、普通の人はできないんですが、高校に6年かよって、でなのに。あの今法律化をなさってるんですよ。いや、まあ、あの本来ね、あのマイナス要素ですよ。あの、まあ、高校6年行ったって行政書士ってね、本来ならマイナスなんですけど、でもいざビジネスとかね、こう出版とかになると売りになる。もう売りになるんですよ。売りになる。要するにこれどういう理論かというと、幅あるじゃないですか。あの6年通ったのにもかかわらず法律化って、この囲いの幅っていうのはギャップですよね。そう、ギャップの幅っていうのは、あの囲い込めるお客様を振り向かせる人数の幅とイコールなんです。ところが行政書士にして社会保険労務士だとさ、幅が狭くて振り向かせることできないんですよ。だからこのギャップの演出使えるっていうのはなかなかいないんで、杉先生の場合っていうのは それプラス数字が使えるんですね。あの数字をその企画書に盛り込むっていうのは大事なんですが、6年かよって1位って両方とも数字も使えるわけで、でバンバンバーンってこれで出せないわけがないっていう、で内容も良かったってことで、何にも僕いじってなくて、僕がやったことをちょっとその企画書をいじったっていうのと、あと魔法をちょっとビビビビビってかけて企画書取れって言っただけで、それぐらいしかなかったんですけど、ありがとうございます。本当にそれだけだったんで。でもあの僕ね、岩波先生に会ってなかったらもしかしたらあの出せてなかったかもしれないです。まあ、あの狙った出版社から出さなかった、あの僕はあのごましょぼっていうちょっと独自の方で選んじゃったんですけど、それでもね、岩波先生の力は大きいんですよ。なぜなら企画書に岩波先生の名前書きましたからね。
やったんですか。あ、そうそうですよ。え、初めて聞きました。初耳。そうですよ。なんてこと。出してる本まで書いて、友達なんですって。うわなるほど。初めて聞いた。ですから。だから僕の本には矢野先生の名前書いてあるでしょ。あの最後、そういうことね。あ、そうですね。まあ、うん、友達なんですって書いたのはちょっと冗談ですけど、うん、まあお力添えをみたいな。お力添えいただけるっていう言い方おかしいかな。なんて言うんだろう、名前を入れられるみたいな。うん、あ、あ、本人。ああ、なるほど、うん、なるほど。で、遊びでといいことがあって、あの出版した後にこの方からの、うん、あの広告の告知の連絡もしていただけますよっていうと、実際その。あのどれぐらいのお友達がメルマガ持ってますかとか聞かれる時結構あるんですよ、うん、でこの人とこの人が出版の際にキャンペーン あの告知の協力してくれますので協力者をちょっとリストアップしてくださいと言われるところも結構あるんですよ。そうなんですよね。ですよ。で僕もあの矢野先生僕のことあのマグマグで発信してたじゃないですか、はいはい、実はあれも先に企画書に書いてあったんですよ。矢野先生が、紹介してくれますって僕の本を出すと矢野先生がね紹介してくれますって。もう矢野先生の許可の企画書に書いちゃったと思う。だから是が非でも出さなきゃいけないし名前を入れようと思った。あ、なるほど、名前を入れれば矢野先生発信するだろう。書いてあるんだから本人で実際そのタイトなことを要求してくる出版社だと、あのそのメールマガジンおのおの何部部数出てますかとか全部数字持ってこいっていう、証拠を出せみたいな。そうだから協力者をちょっと教えてくださいっていうのを、それ付きで持ってくとやっぱ企画書通りやすいんですよ、というのとてもノウハウなんですね。ただ出版社の方から僕言われたのが、帯にここの帯の部分あるじゃないですか、はいはい、これに岩波先生の名前とあの推薦上手、いや僕そこまでは頼めないなと思って。あ、全然問題ないですよ、ね、黙って名前使ってるわけだから。泥棒みたいな真似してるわけで。ここで知らされるっていうね、生放送で。あの僕言ってなかったんですもん。うん、そういう初めてですもんね。私も聞いたことない、そんなこと。私も名前出したなんて、ね、ネタバレだからもういいだろうと思って。もういい、まだ時効じゃなきゃ。あ、なるほど。もしかしたら僕も同じことされるのかな、うん、誰かに。うん、じゃあ文句言えないですよ、もう。ああ、なるほど。あ、でもこの先生、実は矢野先生に教えてもらったの。あ、そうなんですか。あのね、あの、とてもありがたい。これもね、出版の際の書き方のちょっとアドバイスになっちゃうんですけど、僕の本って大体あの刊末とかその章の終わりぐらいに、うん、この分野に興味のある方はこの本が推薦ですって、うん、推薦本いっぱい書いてあるんですよ。で推薦本書くとですね、あの、うん、普通で参考図書って書く人多いんですけども、うんうん、どうせ載せるんだったらいい本だから載せるわけじゃないですか、うんうん、だったらあのこの分野についての推薦図書はこれですって言って、うんうん、推薦した本の先生方にあの検本するんですよ。あの事後報告になりますが、先生の本あの推薦本として紹介させていただきました、うん、向こうも何とありがとうって言って紹介してくれる。それでもネットでね、あの自分のホームページなりネットなりでどんどん発信してくれる。で、なになっちゃったらダメなんですけど、実際本当に良かった本っていうのは、書いて検本したりすると、その先生も皆さんバイラルの、あのメルマガ持ってたりなんかするんで、そこでまた私の本が推薦本に紹介されましたって、その告知がバーッと広がるっていうバイラル効果が働くんですね。だそういう形で その話をね、僕聞いてたんですよ実は、そのゴマ書房と契約する前に、岩波先生から教えてもらってたんで、この教えてもらった人の名前を使うべきだろうまんまと使ってやろうと言われる通りに、僕はねゴマ書房に企画書出したんですよ。それで、うん、もう岩波隆って名前で止まりますからね、あの企画書が。もしあのバーって読まれても、え、岩波隆おたく知り合いみたいになるわけもう完全狙ってましたよ、あれ。そしたらゴマ書房が帯にかけと、帯に推薦者のゴマ書房をね、ゴマ書房乗っかるからイケイケつ。あのね、推薦とかって本当に大事で、僕も書いた、このアイデア発想術書いたときに、これね、社団法人発明学会推薦図書って言って、その上にですね、文部科学省認可法人って入れてあるんですよ。で、なんかいかにも文部科学省が推薦してんじゃないかなみたいな、そういうふうに思われるんじゃないかなと思うんですが、その推薦していただくっていうのは社会的立証ですので、自分がいくら言ってもあんまり影響力ないんですけど、団体とかから推薦っていうのがあると、強いですよね。教科書なんじゃないかとかですね、それぐらいの信憑性があるんじゃないかっていう、訴えることができるんで、できれば、業界団体に入っておいた方がいいんです。
何でも、何でもいいから。はい、でそれで本を出したいんで、推薦本もらえ、推薦状もらえますかっていうと、大体その自分の会員さんだと、推薦状くれるんですよ、普通。合致してると。で、そうすれば、向こうとしても、その業界団体が名前がね、本に載ったりなんかするわけで、向こうとしても告知する効果があるということで、ハッピーハッピーな関係ができるということで、業界団体、安い団体でもいいんで、その被ってるような、団体に入って、そこから推薦本をいただいて、企画書にも何々団体からも推薦もいただいてますというと、企画書も通りやすくなるんですね。本人帯として載るかどうかは別にして、企画書の段階でもその何々団体からの推薦が入ってますっていう、そうするとその告知、その団体も何か会報か何かで告知してくれるだろうというふうに編集者も思うじゃないですか。だから企画が通りやすくなるということなんで、業界団体入ったらまず企画が通らないとどうにも進まないですよね。そう本出ないですからね、企画が通らない。読者を意識してっていうのがあるんですよ。読者の前に編集者をのハードルをまず超えないといけないんで、そういう意味がありますね。まず第一段階がね。はい、ということで、もう前半あっという間に終わっちゃったんですよ。面白いですよね、30分。はい、ということで続きはね、先ほどちょっと僕が腰を折ってしまった後半、このベストセラーになる裏技をね、はいはい、後半お話ししたいと思います、はい、すいません、話し残しをってしまいました、はい、では、PV の方を一回ね、はい、流して後半入ります。はい、どうぞどうぞ。こっから上はですね、この下の人とは全然違うんですよ、ここのラインの上は。欲しくない資源ではない、あなたのものです。ありがとうございます、はい、では後半いきましょう、はい、ベストセラー作家になる裏技ですね。まあ、前半の続きになりますか、はい、はい、まず文庫っていうね、キーワードが前半も出てましたけども、ね、まず、僕が聞きたいのはベストセラー作家になるっていう、これ原稿であったり出版社選びだったり、もちろん本のタイトルね、うんうん、あと宣伝方法とか、これあると思うんですよ、はい、で、まあ、ベストセラー作家になる近道って言いますかね、どうやったらベストセラーで、ベストセラーっていうのがどれぐらいからベストセラーかっていうのがなかなか昔と今違いますよね、ベストセラーの その数が、ね、昔はもう全般的に10万部はいかないとダメだとか言われてたんですが、その後もビジネスに関しては1万でも結構売るの大変だと思うんですね。もう1万って言ったらもうベストセラーになる、それに近いかなみたいな勢いになってきて、でビジネス書に関しては僕が出した時で3万分ぐらいがベストセラーと言ってもいいんじゃないかなみたいな感じだったんですけど、でそう考えるとですね、文庫でちょっと増刷かかれば3万分いくから、そう僕もそう思うんです。です、ね、コンビニルートとかキオスクだとか知らないじゃないですか、ルートってなると、なかなかいいですね。だからインタビューして僕が良かったのが、文庫本っていうのはその DVD と本が違うような形でルートが全然違うんだって、セブンイレブンだけでも1万点あるんだよって、そこを考えればちょっと、文庫で出してコンビニルートを OK 出ましたってキオスクでも並びますっていうとですね、まあすぐポンポンして1万でしょ、1万で1店舗3冊ってもうベストセラーじゃないですか。間違いない、お金ない本も書店もありますね、ビッグデータの中でここの書店だったらこういう本強いっていうデータ持ってますので、でそこでバーッと流れるんで、コンビニルートって2通りありまして、セブンイレブンルートっていうのと、はい、セブンイレブン以外ルートなんですよ、あと、うんうん、セブンだけ違う、別格ぶっといんですよ、もう、でどっちに並ぶかはやっぱりそのデータ上でこっちの方が強いんじゃないかって割り振りされるんですけども、そういう形でもうコンビニ決まれば、まあ1万はいくかなみたいな、もうコンビニ決まった時点でもうベストセラー見えてきますね。そうその時点で、そうなんです。でこれ例えばこう東京駅 その新幹線に乗る前のとこのキオスクみたいなので置かれたりしたらね、結構ほぼ売れちゃいますね。売れる可能性高いですよね。だからもう出す段階でその文庫本で
出して出せる出版社って団体限定されるんですね、うん、文庫を出してない出版社も結構あったりするんで、ありますよね、ありますあります。で僕が狙ったのは、はい、でやっぱりそのインタビューの際聞いたのが、ええ、できればね岩波くんねブランディングしたいんだったら文庫持っててビジネス雑誌も持ってる出版社から出した方がいいよって、なんでかっていうと、とこれはなんでかというとですね、雑誌で何かその専門家の意見聞くときに、で誰誘うかというと自分の出版社で本出してる先生に聞いた方が、そのこの先生こういう人ですよって自分の本も、そこの自社の本も紹介される形になるじゃないですか、相乗効果って言いますかね、両方得、ウィンウィンですね、だからそこの出版社で出せば雑誌にもお声がかかりやすくなって、実際バンバンビッグトモードっていうのを青春出版で出してますんで、監修しょっちゅう頼まれる、岩波先生青春出版だと文庫あるし、その雑誌もあるじゃないですか、あの図解版っていうのと、ええ、あと大全っていうのと、ええ、あと普通の四六版っていうのを、ええ、あと新書を出せば全部制覇って新書、新書だけ書いてあるんです、あそうなんですか、そんな、って感じですね、あもう制覇ですね、ええ、こうね、僕岩波先生と共著の話って一回あったんですよね、あそうそう最初あありました、ね、でも本当に僕ね生意気で申し訳なかったんです、僕その、ね、せっかく岩波先生と共著のお話を出版社からいただいたのにかかわらず単独で出しますって僕言っちゃったんですよ、でもかなり悩んでましたよね、いや悩みますよそれ、最初一冊はねやっぱ思い出あるんで自分の思いの丈を書きたいってあるじゃないですか、それは分かる、僕もこれ初めて出す作家デビューだったんで、でこの一冊目が岩波先生と一緒に出すって、それは売れますよ、ネームバリューでね、岩波先生の、ただもう本当他人のふんどしで相撲を取ってるようなもんになっちゃうなと思って、僕はちょっとそれがね引っかかってたんですね、売れたとしても僕の力じゃないっていう、だから一冊出してしまえばもう全然教師やります、なんでか出版社の皆様お待ちしております、いいですね、全然協調協調って結構いいとこがあって、お互いがメディア持ってたりすると、お互いが新しい本出しましたって言うと告知力が倍、倍ですもんね、そうですよね、売れやすいっていうのと、あと自分で書く担当っていうのが半分で済む、2人だったら半分で済むんで凝縮されたネタ労力半分で済むし、本自体が質が良くなるっていうことですね、だから3人集まれば3、ね、文字が欲しいじゃないですか、そうですね、そういう形で何人か集めて、書士さんとか行政書士さんとか税理士さんとか集めて書いてもよろしいし、営業力の強い書士さん集めて、我々はこういう営業をやってます、営業シリーズみたいな感じで、そしたら杉井先生そういう営業の分野の資料のものをですね手がけてずっと書いていくっていうのもいいんじゃないかなと思いますね、そう、僕個人的な質問なんですけど、共著の話からちょっとずれてしまうんですが、はい、僕新作を今書いてるんですね、あ、おめでとうございます。出してないですよ。で、これを、実は僕、コマ書房にも言ってないんですよ。なんでかって、そんな暇あんなら、まず、己の本を売ってこいって言われるから。まだ終わってないぞと。まだ終わってない。今、最中じゃないかって言われちゃうから、どっちに労力かけてんだよって言われちゃうから、内緒にしてたんですよ。でもね、書いていかないと、ほら、だって結局半年しかかかっちゃいますからね、仕上げてまたそれ練り直してってやると、でそうですね、新刊のねちょっとご相談、まあ、新作のご相談もね、させていただきたいなと思ったんですよ、番組中に全然この番組中に進行表に書いてない話で申し訳ないんですけども、僕ね今、ちょっと隙間をね、狙ったんですね、はいはい、僕どうしてもこう営業の方を、営業しか分かりませんから、はい、で僕が今書いてるのが営業術を、ビジネス交流会に持ち込んだらどうなるかっていう本を書いてるんですよ、僕がビジネス交流会からお仕事を発生っていうのがね意外と少ないみたいなんです、皆さん参加されるんですけど、で僕はいただいてるんですよビジネス交流会から、でそれをちょっと本にしてみようと、で交流会って今、毎日ほぼ毎日どっかで開催されてるんですね、ビジネス交流会って異業種交流会、ね、それ自体が情報なんで、そういうのが情報源もつけとくと、文字数、文字数増えるっていう、さすがです。で狙ったのが婚活とかいう本はいっぱい出てるんですよ、はい、婚活 の攻略法みたいなのとか、こうすればいいよって、その隙間を狙ったんですね、ビジネス交流会っていう、ピンポイントですね、ポイントで、その本がであんまっていうか僕は見たことないです、ね、見たことないです、出てたら申し訳ないんですけど、でもどうかなと思ったんですよ、それいいですね、初めて聞いた話なんで、ビジネス交流会自体が人が集まってるってことなんで、告知力もあるわけなんで、その出した後も、実は書いてますっていう、参考にしてくださいっていうのも、あとも売れるわけなんで、
これはその出した後もいいと思いますね、手売りで売れるっていうのがあったりなんかするんで、だいたい著者は鉢掛けで出版社が直で脅せるっていう手売りで売るっていう手売りで自分で売るっていう、そういうやり方もありますね。でこれとあと実はもう一個はありましてですね、はい、悩んだんです。非常に悩ん、はい、今でもちょっと悩んでるところあるんですけど、はいはい、出版後の話、はい、出版後の話、例えば出版って皆さん一度はね、夢見たりっていうあると思うんです。出版したいなって、はいはい、その出版した後はどうなるかっていう、あ、これね、出版の向こう側の本です。多分杉井先生も経験されたと思うんですが、一冊でもいいから書くと、名刺交換とかですね、問い合わせが来たりする人の質がいきなり上がるんですよ。上がりますよね。いきなり上がる。質が変わってきますね。すごいレベルに上がってしまうっていうか、で本ってやっぱり世の中でやっぱ書いてる人少ないんで、一冊でも本書いてると、あそちらの出版社どうでしたかっていうですね、本何百冊も書いてるような先生からですね、メールが来て、一緒に、急に、ってこんな先生から本当にメール来たんだみたいな、急にすごい人脈が増えてしまって、そこでまたつながっていければその方も発信してくるからベストセラーに近づいてくるんですよね。だから本が売れるか売れないかとかあんまり関係なくて、そういう人脈いただけるってことの方がはるかに後々のことを考えるとプラスになるんじゃないかなっていう、そう、出版の向こう側っていうのはね、これをね向こう側共著で出してる。あ、いいかも、先生、いいかも、僕のパターンと家並先生とこれ違うじゃない、でも僕は修行だ、行政書士なんで、行政書士だったらこういった仕事入るよとか、梅崎さんもどうぞ出発してないんで一緒にだってね、文江先生はだってサインもらってるんですよ、もう番組始まる前にちゃっかりちゃっかり本持ってきてね、買ってきて、いや先生お願いしますっつってね、何やったの、本番始まる直前にねもう書いてるの。いや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 、で実はね、文江先生こう見えてしたたかなんです。実はもう出版をね狙ってるんです。でしかも出版社決まってる、青春出版がいいと。あ、岩波先生が直のとこですよ。青春出版はもう本当に顔が利くとこですよ。青春出版がいいですね。そのつながりで、そのうち文江先生が有名になったらね、僕のことバカにするっていうね、あいつまだ一冊しか出てねえんだぜみたいな、そんな筋書きまで言われちゃうのかなと。文江先生も交えてじゃあ、ね、出版の向こう側で書けるといいですね。実際協調って本当にいいと思います。協調いいですよね。なんかこのコラボ見たいですね、このお二方。アイデアがすごいんでね。いやでも杉井先生もそうだし、なんか異色ですよね、本当に。僕はちょっと独特かもしれないですね。あとここで何か、あ、そっか、応援メッセージが来たようなので、はい、ちょっとお話の途中ですが、読み上げたいと思います。お願いします。はい、ではご紹介いたします。はい、京都からこんばんは。こんばんは。こんばんは。今年は杉井先生と出会って本当に良い年になりました。自分の売りを行政書士になって真剣に考えるなんて思っていませんでした。はい、とても良かったです。交流会に参加したい。良いお年をお迎えください。はい、京都の行政書士の松谷よりということで、松谷さんからいただきました。松谷さんから、はい、はい、ありがとうございます。ってことですかね、リアルタイム、ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ僕を目標にするとろくなことないですけどね、うん、敵ばっか作っちゃってどうしようもないから、うん、そのうち離れていくかもしれないね。あれって目標にしたんだけど、途中からやめちゃうんだな。そう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 。結構多いんですよ、そういう人。うん、登録した方なんで。あ、登録したばかりの方。ああ、それは悪い先輩見ちゃいましたね。ね。結構ね、離れていく方多いですよ。あ、やべやべって言って。長くね。矢波先生みたいにこうね、優しくないとダメです。そう、人間性がちょっと違うかな。人間性違うってひどい。すいません。ひどいって言うんですよ。ずいぶんこう岩波先生におべっかですから、もう本おべっかじゃないですよ、おべっかじゃない、もう明日あたり青春出版行ってんだよ、で面接してるんだよ。私本気ですよ。本気で、本気でなんですか。いや、本気で言ってる。あ、本気で言ってる。そうそう、かしこまりました。どういう話したか忘れちゃったじゃないですか、このベストセラー作家になる裏技。あ、今協調の話です。あ、そう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 、向こう側ね、向こう側、出版したらどうなるかっていう、出版したらどうなるかって、まあね、もうお付き合いする方のがいろんな方が増えてきて、そうですね、例えばその僕もね、何ですか、
町のこう行政の方とお話しするようになったりとか、はい、全然今まで喋らなかったような方ですね、今まで申請で行くことはありましたけども、全然こう別の意味でね、そういった自治体の方とお話しするっていう機会が増えたりとか、はいはいはい、まあ、地域の出版社、あ、出版社、新聞社からちょっと、お話しさせていただいたりとか、そういう機会が増えましたね。やっぱね、僕の場合はですけど、僕もだって本書いてなかったら杉井先生というあの日本一になってるような人とかからの日本一全然会えなかったわけで、全然違う日本一です。またネタがもらえて、それを聞いてるとまたネタになるっていう。あ、どうぞネタに使ってください。僕のこともうどんどん、そう、ネタ帳持ってらっしゃるんですよ。ね、ネタ帳持ってますもん ね、ネタって、ちょっと言いたいのがですね、はい、あの、原稿書くときなんですけども、うん、あの、何を意識すべきかというと、うん、あの、読者にとってのやっぱニュース性なんですよ、うんうん、全部知ってる内容だったらやっぱり嫌じゃないですか。そうですね。で、だからあの、人と話を聞いてて、してて、あの、意識すべきっていうのは、うんうん、この話というのは世の中に活字になって存在してるのかどうかなんです。活字になって存在してないんであれば、うん、初めて活字化すれば、うん、価値高いんですよ。そうですよね、うん、そうなんです。でその業界だったらみんな当たり前で知ってるけど、うん、じゃあいざ活字になってるかっていうと、活字になってないものは、うん、世に出てないってことですよね。意外に業界では当たり前だ、もう全然知らないって、活字になってないってことはネットでも探せないってことなん で、うん、それを初めてアップしたりとか、うん、書籍に活字化するっていう、ね、あの、それは文化的価値すごい高いんです、でそれを意識する、だから人の話をそういう意味でも真面目に聞くとですね、いいことがあるってのはそれなんですよ。で、人の話っていうのは活字になる、活字になるとお金にもなる。素晴らしい。岩波先生もネタ帳持ち歩いてますよね。そう、常にアンテナ張り巡らせてね、ネタノートを、ね、持ち歩いて、これやっぱりあれですか、儲けになりそうなこの儲けネタシリーズで書けるようなネタを収めるんですか。いや、あのね、たまたまそのビジネス書で当たっちゃったんですけど、あの、アイデア作家っていうのは、うん、基本生活全般のアイデアを集めてるんですよ、はい、ただそちらの分野っていうのはあまり売れ筋じゃなかったり、雑学系っていうのはあまり売れ筋じゃないです。でそれはブログの方で、あの、専門ブログで作ったりとか。あ、なるほど。で今ブログのアドセンスの広告収入ってすごいんですよ。へ、あの、ね、アップデートがあって、なんか最近またちょっとアクセス、医療系はちょっとアクセス伸びにくくなって4分の1ぐらいにアクセス下がっちゃったんですけども、その他の分野はやっぱりぐーっと伸びてて、前年比 70% アップとかですね、すごいんですよ。もう本当にびっくりするぐらい。僕やってないんで全く分かんないです。本当すごい、本当すごい、本当すごい。だから本なんか書いてる場合じゃないんですよ。本当にそう、本当にそう。だってお金で考えなら電子書籍の方がいいよなんていう人もいるんですよね。いや、全然、あの、広告収入でアドセンスの Google さんとの取引で、Google さんから広告収入入れた方がはるかに。そうなんですね、うん、僕アナログな人間だからちょっとそれ全くわからなくて、でそれもですね、この本の369ページかな、それに、あの、ブログの書き方で売れるブログと売れないブログみたいな、それに書いてあるんですよ。その通りやれば、あの、本当にすごい、かなり売れた本ですよね。これ何ずり185万部突破って書いてあります。あ、これね、あの、シリーズ全体でってことで、僕も知ってたこれなんで、これ何ずりかな、4ずりか5ずりぐらいまで、やっぱりすごいですよね、4ずり5ずりぐらい確か言ってると思いますね。うわだって、だってこの厚さで、ね、こんだけ厚いんですよ、あの、うん、400ページ弱 で、ね、これなのにちょっとした辞典クラスですね、なのに、1000円なんです。そう、驚きました。リーズナブルな、うん、すごいですよね。でしかも過去に出した本 の、うん、あの、精神出版社さんって当たると思ったらですね、2度組3度組やって、図解、うん、こんじゃ柳さん図解版書きましょうって、図解の B5 版のでっかいのをコンビニ売りでセブンイレブンと提携して作ったりとか、ね、それもセブンイレブンだったんですけど、形を変えてまた売ってくれるっていう、そうで、またじゃあ今度対戦シリーズ当たってるんで、対戦にしましょうって言って集めて、で、あの、この中からベスト版みたいな感じでチョイスしますから、岩波さん何もなくていいですよ。何もしないでもできちゃうんですか。そうそう、新しい新作が、いいですね。それ何もしないでお金入るって一番いいじゃないですか。本当に一番いいパターン、一番理想的ですよね。杉井先生の僕は求めてるんですよ。本当にありがたいですね。へという形で、やっぱネタ帳っていうのは、あの、あのね、あの、何のビジネスもそうなんですが、うんうん、あの、相手の関心に関心を持つことが大事なんですよ。あの、相手に関心持つだけだったらストーカーとか恋愛感情になっちゃうんですけど、相手の関心に関心持つってなると、あの、編集者っていうのはどういうことをやってると嬉しいかなって、うんうん、だから編集者に、うわ、この著者助かるわと思わせる著者になればいいんです。うん、でそのためには、そのためには、
あの編集しやすい本の構成がいいんですよ、うんうん、でページがちょっと合わなかったらここ一つネタ抜いてじゃあここに差し替えてっていうと編集しやすいじゃないですか、うん、しやすいですよね、うん、でで編集気にしますからね編集者さん的にやりやすい書き方してくれてるとありがたいはずなんですよ、うんうんそれその文書構成的にも何でしょう、 こうページ数の関係とかねありますものね、あのね、あのこれ知らないと思うんですけど、あの本の紙って、64ページ構成のでっかい紙の束を使うんですよ、でドタッドタッドタッって3枚、うん、3束集めると192ページなんですよ。だから一番安上がりで作れる本の構成っていうのが、うん、こちらの本で作ったのが192ページなんです。でそれプラス16ページ刻みで増えていくんです。だから例えばあのよくねあの相談を受けるのが、あの私本書きたいんですけど初めにっていう部分でもうつまずいちゃってるんですっていうことを言うんですけど初めにを初めに書いちゃダメなんです。はじめにっていうのはページの余った分量に応じて依頼が来るんで、君は今回はあの4ページでやってくださいとか、そうなんですよね、1ページでやってくださいとか、しましたそれ。で杉井先生の場合とかね4ページ6ページぐらい、ね、ありますよね。あります。これ削ったんですよ。あ、ですか。いや、あのちょっと書いてくださいって言われたからパパパって書いて、あ杉さん杉さんちょっと何ページ分でお願いしますって、僕もう書いちゃったよみたいな。あ最初に書いちゃダメなんですよ最後のページ調整の意味もあるんで、やっぱりね、あの字数を合わせていくってこう初めにと終わりにはそうなんです、ね、で紙代的にはやっぱり192ページでパタッと収まるのが一番安上がりで、そうするとギスギスになるから、あの初めに1ページでお願いしますいやそれによってやっぱ変わってくる、ね、変わるんで最初に書いちゃダメっていう。でまあ元々原稿書いても削ったり増やしたりするものですからね。そうそう、向こうの好みもありますし出版社の、だから192ページプラス16、16、16、16で増えていくんで、あの隙間をちょっとあの行間開けたりとかで調整するのが編集者なんですね。じゃあ岩波先生の場合はこう字数合わせられるじゃないですか、パソコンで打つと。僕パソコンできないからもう全部とりあえず丸だけしちゃうんですよ。で字数向こうが合わせてくれてるんですよね。もう最初にバーって書いたのを送って、はい、あの何行って決まってるんですよ、1ページ何行、何時だっていうのが。でそれ僕できない、ね、岩波先生クラスになるともうスパイでやるんですけど、ね、生活してて話聞いた時に、あ多分これ今2ページ半でまとまるなとかですね、数字で把握できると、このネタとこのネタで、あ 4つのネタで第1章分頭にパッとなっちゃうんですね。そうやって電卓叩けちゃうわけですね。だいたい1ページ630文字なんで、2ページだと、1200とかなんとかあるじゃないですか。でその中に行間が1行開けたりとか、タイトル入れて右と左隙間開けるから、実質書くのは何文字で済むなとか、なんですよね。そんな感じで結構構成して、うまくタイトルが初めに来るような形の行数でいくとか、ね、であんまり原稿書きたくないときは写真入れるんですよ間に。そうそう。で、なんで図解 図の方でごまかすっていう。それあの有名な先生から聞いたって。いや私ねこれ結構最近二日酔いで調子悪いんでね、写真ばっかり入れる。あそういう意味だったんですかみたいな。ね、びっくりしちゃったっていう。表とかグラフ。うわーみたいな。だから表とかなんか持ってたもんね、ラフでいいから手書きでいいからこれ入れてくださいみたいな。そうすると書かずに済むっていう。あなるほど。そういうテクニックが。お宅の方でちょっとこれ。そう。わかんないじゃないですか聞くまで。でそういうのインタビューで僕はもう11時間ずっと聞きっぱなしにして。でその11時間の教材つく、売ったんですけど、あのその中からミリオンセラー作家も出てるし、僕も含めて10万部以上の方5人出てるんですよ。でその通りやればいい。でただ その通りやればって言っても岩波さんだからできるんじゃないですかって言われがちなんで、尺なんで、うちの妻にですね、だから俺の言った通りこれね、あの順番でこうやってこういうふうに書けば本になるからって言って、ということでその奥様のですね、で今日はあの僕に伝わるというその妻のそこに伝わりましたっていう、でいきますよ。でブログを書かせましたら、やはりそうですよ、妻の方がですね結局2社からオファーが来て結局本になったんですね。奥様は最初ブログ書いてたんですか。そうブログがこれやっぱりブログだったんですね。ブログが書いてたからお声がかかったっていう。であのうちの妻あの農刊誌なんですね、送り人なんで、そのタイムリーというかですね、送り人の映画ができる前からこういう原稿を書いてたんですんで、でそしたらですね、送り人当たったもんだからっていう感じで2番煎じかなんかで、本書きましょうってやっぱり2社から来たんですね。すごいですね、2社からオファー来るって。であの文芸で書くのは、ビジネス書は実用書書くよりもハードルはるかに高い。そりゃそうですよ。でそれを通すためのテクニックとかなんです。これ何かというと、あの最後に今日一日何がありましたって書いた後に、今日の教訓入れるんです、1行2行ズバッと。でそうすると
教訓が入ってると実用書とか啓発書のジャンルで、うん、そちら の、うん、あの出版社からオファーが来やすくなるんです。だから文芸だとハードル高いんですけど、実用書扱いで講演がかかるように工夫すると、うん、こういうふうに本になりますよって。でしかもやっぱりね、あの続編出したりとか次につながることを意識しなければいけないん で、うんうん、であのさすがに自分の妻だからこうやってビリビリビリって今回ねあの魔法力を込めてつけましたらなんと、ええ、魔法が効きすぎちゃいましてですね、うんうんうん、今回なんと、はい、来年3月にですね、はい、はい、このまでで映画化されることが決まりまして、高島礼子さん主演で映画のタイトルがお見送りというですね、あの脳幹視があの若い女性のがですね、あの子供の頃に両親と交通事故で死に分かれまして、うん、心に闇を抱えた女性がある日、はい、あのお友達の葬儀に行ったらですね、うん、震災で泥まみれになったあの小さな女の子を修復している脳幹視さんである高島礼子さんに会うんですね、はい、でそれで感銘を受けまして、うん、ぜひ弟子にしてくださいって言って、この女性、若い女性が弟子入りして自分の心の闇を解いていくという成長物語ですね、といううまくできた物語ということで、イアン先生も高島礼子さんと一緒に映られてましたもんね、撮影一緒にやったんですよ、監修ということであの高島礼子さんってめちゃめちゃ美人ですね。あのね、カメラ向けてもキラッとするんで、本当に女優なんですか、やっぱりプロなんです。プロなんですね。で、あの、こういう業界で長続きなさってるのは何が違うかなと思ったら、気配りがすごいんですよ。周りの子供とかスタッフに対して、あの子役の子供、あとどこから来たのって、お母様、あどうもよろしくお願いしますみたいな感じで、腰が低いんですね。でこの人と本当にもう一回仕事したいなっていうふうに周りがみんな思うぐらいプロフェッショナルなんですよ、うんうん、本当に、なるほどってやっぱこうあらゆる仕事やっぱ共通してるなっていう、うんまあ、ハートのある人が残っていくんじゃないのかな、うん、そうですね、業界で残る方って、まあ、本当にそう、僕みたいにエバレクサっていうのは消え去る運命なんですそう、少しはね、まあ、早くは失脚しないかと、うん、もうなんとかアラを探して引きずり下ろすって言われちゃうんですけど、やっぱりこう岩波先生はねこう、うん、作家業界で長く残られてる方ですから、うん、すごい当たりが優しいじゃないですか。そうですね、すごく、柔らかいって言いますかね、うん、そこはちょっと見習っておきましょうよ。僕見習います、ね、うん、でも僕がそれやったらさ怪しいと思われない、大丈夫こいつなんか詐欺でもやるんじゃないかと思われて、うん、確かになんかね気持ち悪いそこはいいまあ、うん、でもね岩波先生のこう、うんうん、スタイルをちょっと僕もね、そうですね、勉強したいなとは思っております。はい、でこれ、今現在映画化されたのはまだ上映前、上映は 来年の3月24日有楽町スバル座から全国、3月24日からということなので番組ご覧の皆さんぜひね、こちら岩波先生の奥様が原作といいますか、なんて言うんでしょう、原案になりますね、原案ですね、やられたということで、見に行っていただきたいと思います、はい、ということでもう60分終わっちゃったんですよ。はい、なるほど、どうですか、早いですか、早い、今度は懇親会の方で続きはっていう感じで、あの続きはね、あの楽しみ、はい、いろんなお話もっとね飲むともっと面白いんで、あ楽しみですね、まあ出版のハウツー、正確に言うと3時間ぐらいかかるんですね。3時間ぐらいあれば逆に、でそれぐらいのノウハウで出版は可能なんだっていうふうに、ね、うん、考えていただければ。なるほど。まあ、もちろん修行も含めてそうですけど、今ね、あの主婦からもう、うん、もう学生までね、本を出したいという方いっぱいいらっしゃいますから、はいはい、そういった方はね、岩波先生にぜひお問い合わせしていただければと思うんですけども、はい、矢野先生にマグマグ出されてますもんね。そちら登録するとこう近いかもしれないですよ。矢野先生のマグマグに登録していただくとこう接触を図れる。一番いいのはね、あの読者なんですけどっていうふうに。そう。ああ、そう、ありがとうございます。そうですよね。それはあると思います。まずは矢野先生、矢野隆で検索して、本を購入していただくというところから、はい、始めていただくといいかもしれないです。はい、ということでですね、次回の予告ちょっといきますよ。はい、次回はね、来年です。もううん、来年になっちゃいます。1月のね、27日、うん、第4土曜日ですね、27日の第4土曜日、うん、はい、19時からまたね、チャンネル合わせてください。60分生放送でいきますからね、はい、もう企画決まってるんですよ、次回も、うん、ベストセラー作家の裏話パート2、うん、で今回は岩波先生だったでしょ、うん、次回は、うん、川上哲也先生だからお友達ですもうベストセラーばっかりよ、つながるつながるベストセラーばっかり、僕もこんなんだよ
もう。もうミジンコ扱いよ。もう小さくなってないね。でこの川上哲也先生は、うん、あの琴商品の嘘とかね、うん、あとちょっと前で一行バカ売れ、これもう、うん、メガトンヒット級ですよ。あの ベストセラーというかメガトンヒット、まあ、川上哲也で検索するとボーカスが出てきますよ。もう大変有名なね、はい、コピーライターさんになるんですよね。あ、もともとは一行で決めるみたいな、ね、一行で決めるんだっていうのに最近出した本は長いんですよ、タイトルが。で縮めてましたよ、ね、うん、売れ売るって縮めてた、うん、あ、うまいな。何、うん、だったっけのタイトル、うん、僕忘れちゃった、うん、時間が売る方法みたいなね、うん、本を出されてる、はい、はいはい、ということで最後、ね、タイトルコールお付き合いいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。行政書士杉のまだいらっしゃるな。